レオナ先輩、ご無事ですか？ご無事ですか。た、お前何のつもりだ？え？何って？俺はてめえなんぞにかばわれるほど落ちぶれたつもりはねえぞ。落ちぶれたって、そういうつもりでは。あの程度の魔法どうとでも防げるから放っておいただけだ。ファントムが来てることぐらい気づいてた。狭い階段で暴れたんじゃ時間が無駄になると踏んで、あの踊り場まで引きつけようと思った。それを邪魔しやがって俺を助けただ。思い上がりもそこまで来ると見事だぞ。作戦があるなら事前に共有すべきでは。後出しで文句を言われてもこっちだって困ります。第一、勝手にしろと言ったのはそっちだ。だから自分で考えて最善の行動を取ったまでです。ああ言ったな。だが足を引っ張ってもいいとは言ってねえ。足を引っ張る？お前さっきので怪我したんだ。おっと、隠しても無駄だ。敵がどこに潜んでるかもわからない中で弱者の匂いをさせるのがどんなに危険なことか分かってんのか。こんなことならあの八枚舌のタコ野郎と組んだ方がずっとマシだったな。とんだお荷物を押し付けられたもんだぜ。お荷物？ご冗談を。俺はアズールと違って護衛としての訓練を受けています。あんな体力のない男より役に立つことは間違いない。レオナ先輩を危険にさらすような真似はしません。優秀なレオナ先輩ならそれぐらい理解されているものと思っていましたが。お前本当に気づいてないのか。哀れだな。何？おっと、扉だ。次の収容所に着いたな。え、話はまだ？あの調子じゃすぐに足元を救われる。その時俺の言った通り慎重に行動すべきだったと悔やめばいいさ。